はい、ということで今日はですね、皆さんご存知あのルイキモがね、なんかエクソン DM でバトルしようぜって吹っかけてきたんですけど、まあこいつにはね過去に因縁もあって、ちょうど俺もボコしたいなって思ってたから、まあやっていこうかなって思うんですけれども、まあ五先かなやっぱり男は。まあじゃあ早速やっていきましょうか。さあやっていきましょうか。はい、開幕はちょっとモーシーンからの、さすがにね、さすがに開幕即時コンボなんてうまいこといかないよね。まあこいつはね、本当にちょうど2年くらい前にね、もう あれなんですよ、ちょっと高橋ジョージみたいになっちゃったんですけど、ちょうど2年くらい前に俺が専用部屋配信してたら、こいつが乗り込んできて、で俺を散々ボコボコにして煽り散らかしてあげく、それを動画化して、その動画で100万再生稼ぎやがったからね。俺で俺怒ってっからマジで。あれちょっとやばいんじゃないのこれ。大丈夫、俺に即死は効かないよルイージーの。俺今まで数々のね、モサルイージーたちを即死ずらしてきてるから、すませんとか。もう残念ながら俺にルイージーの即死は入りません。あれこれちょっとやばいんじゃないの。完全にちょっとルイキもさ、2年前の感覚で来ちゃってるっしょ。痛い目見るよ、あの頃の俺だと思ってたら。俺めっちゃ強くなってっから、2年前よりな、みんな。でもなんか勝てるわこれ。どうせさ、これこいつルイキモもさ、俺の視聴者も、はい、勝ち確定を確定させていく。あれあれあれ、これちょっと焦ってるね。ああ、まあ死んだけど勝ちが確定は揺るがない。いやこれ勝てるわ、これ絶対。こいつもさ、2年前ボコした時の感覚で余裕だと思ってきてるけど、焦ってるだろこれ。俺の視聴者もこのカード見た時、絶対エクスタシーボコボコにされるだろうなみたいな、そんな感じでしょ。残念。そうはいきません。ちょマジで勝つよこれ。はい、一点を見極める横須磨。いやこれいけるわ。ちょ、五崎シリーズ初のこれ勝利あるかも。ちょこれいけるぞマジで。俺は強くなりすぎた、確信した。俺は強くなりすぎた、まあ、ぶっちゃけ俺ルイージー得意だからね。マジで俺がこれルイキモにボコられて煽られてギャーギャーわめき散らかしてるのを期待してたみんなごめん。俺これ勝てるわ。いやこれマジでリップサービスとかネタで言ってるわけじゃなくて、本当に勝てる。もう一戦目で分かった。あ、もうこれもね、即死とかされないから。まあ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 、言うてね、相手もレート2000だからそう簡単にはいかないし、即死もそりゃ1回くらいはされますわ。あ、この位置は大丈夫だ。うなれ俺のずらし、父かった。もー即死だけやん、即死バカ。もう一度落としたけど、この状況、あー、ねえもうお前さ、本当にいいんじゃないの絶対な。ルイキもお前教えてくれやマジで。じゃあ後で聞くわ DM で、お前って本当はいいんきゃって。これ負けは確定か。いやでもルイージは外出したらワンチャンあるからな、マジでガノンと一緒そこら辺は。やばいこれ、危ねえ。なんでそっち、え、いやもうこれは仕方ない、ちょっと即死食らいすぎた。まだ1対1だし切り替えよう。よしここ絶対取る。いやもうこれね、絶対即死されちゃいけない。もう全力で俺鬼のずらしいくわ、魂のずらしでちょっと即死抜ける。はい来ました、これ引っかかるのは仕方ない、これいかないっしょだよな。もうここまで食らうのはもう仕方ない、もうこれパルテラとかゲームウォッチとかあのスティーブと一緒、こっからスタートだから、一回掴まれてからスタート。はい、希望の下妻ホープ、希望の下妻ホープが決まれば俺は流れを一気に取れる。こう狩るぞ、その復帰ルートか、これいくやろ。オッケーオッケーオッケー、いやてかやっぱ俺強くなってるわ、完全に成長してる。マジさ、2年前とかにあの専用部屋乱入してきてルイキモと戦った時、俺もう一方的にボコボコさせたもんね、何もできず。もうそれが今だって俺立ち回りで勝ってるでしょこれ。あーもうちょっと分かんないずらしが、いやこれさ立ち回り勝ってるよね、即死さえなきゃマジ勝てるこれ。いいよ、こう勝るぞ。
の回避だがリエ。すいません、ここで即決されたら全てが。でもあれだけ7、あ、ごめん。おー、特番しないとまずい。お願い。よしよしよし、これ死ぬ。よしよしよし、こうなったらゴブだよ。てかなんなら俺 63% って中途半端なダメージ食らってる分即死もないから、もう俺が有利まである。これあ、ちょ、これ食らいすぎ。こっから行くぞ。ねえ、もうあのクイズダメだって。1-2ね、ここ取り返しとかないとまずいな。いやこれね、本当に勝てるんだよ、即死さえずらせれば。希望の施設もホープ決まって、こっからハイ流れ来るよ俺の。なんでこれはもう下投げ上ですよ、安定のね。はい、待ち氷 17% でバーストしていく。ちょ、ここ絶対即時食らわない。はい、クーマ A、 DA、 いいよ、流れ来てるよ。そのコース、一番得意なんだ、こいつが確定させていく。はい、ここはもらった。あ、そういえばね、ルイージといえばね、あれ俺あれなんですよね、彼女とちょっと先月ね、大阪旅行行ってきたんですよ、ユニバーサルスタジオジャパンに、夏休みだから。でその時に、まあ、せっかくだったら仮装していこうってことになって、俺がルイージで彼女がマリオの、ね、コスプレして行ったんだけど、あのユニバーサルスタジオジャパンの地球儀、え、え、なんでなんでねえ、俺のリードは5なんだけど。え、ちょっと待って、これ負けたらマジやばい、絶対勝たないとまずい。ここはマジか。はい、これ強気の回避上がり、希望のシャツマン、ホープ、これ絶対勝つマジで。これ負けたら本当にやばい、メンタル的ダメージが。よしよしよし、危ねー。え、まだ、え、もう死んでや今ので、ね、あ、もうあの吹きかれない、やめて。え、待って、これ届くよね。もうなんだ、そっから負けんの。やばい、待って、これ今 1-3? なんでさっきのあそこから負けんの。てか開幕ちょっと力の、そうだ、いやさすがに。はい、オッケー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 、ゼロ増していく。ちょ、もうここは集中する。はい、食う前つらっせー。よし、ホープ、もうこのね、ホープは呪術回戦で黒点みたいな。まだだ、えっ、ちょ、いや、あと1秒、いや 0.5 秒、はあ、もうここからぞ絶対。はい、オッケー、もうすげえ、全然5分。ちょ、マジでここ取る、即死さない、絶対即死だけは。よし、マジこれ即死されるかされないかだけのゲームじゃん。え、よしよしよし、あ、やばい、うん、勝っていく、危ねえ。3-2、ちょ、ここ勝って追いつこう。てかさ、思ったんだけど、さっきの試合終わった後思ったんだけどさ、こいつ煽ってこなくね、前回散々煽り散らかしたくせに。やめろって、お前もうそれしか考えてないな、お前その即死することしか考えてないな、陰キャかなあ。ちょ、お前本当に聞くわ、ルイキもお前後でお前 DM するからちゃんと返せよ。お前陰キャ、魚民行ったことあるところで、鳥貴族とかないでしょ、そんなコンボしてるやつ。死ぬの、もう俺はさ、魚旅とか鳥貴族でメガハイボールとか飲んでっから。ええー、もう負けたくやは、ダメ、お前絶対やっぱ確信した、お前陰キャだ、その速さのあの精度の先生するやつで陽キャはいない、どう考えても。
絶対魚民行ったことねえよこいつ。軟骨の唐揚げも食べたことない。鳥貴族の焼き鳥の味すら知らない。絶対そう。俺とかまあやばい。リーチ来た。はい、クーマイジャクさん連発 DA 決まって、これ即死いくぞ。次の回避上がり。なんでそのずらしついてくんの。78番。もう仕方ない、もうそんなこと言っても仕方ない。もう毎回こうだから、ここからぞ絶対。うわ、ちょ、あれカウンターだって。ちょなんか俺もテンパっちゃったじゃん。希望としたぞ。ホープで先生していく。オッケーオッケーオッケー、いいよ。このストック大事に。こいつさっき煽ったよな。なんやねんお前、なんやその中途半端なやつ。リアクションしづらいわ。ちょっとお前俺に負けそうで焦ってんだろ。あんまり煽りつやかしてさ、負けたら恥ずかしいからってちょっと煽り控えめにしてんだろお前。そういうとこやっぱり陰キャなんだよな。もう危な、何これ。もう即死ずらせるかずらせないかで勝敗決まるゲームやん。あ、ちょっと一回ねえ、俺地上受け身取れないの。あ、ごめんごめん。ねえ、もうなんで今裏いんの。やめろ。なんか刺さってるけどあれ枯れない、さすがに。あ、もうこいつ完全舐めてる。